ジグムント・ボフシュシシコ、ジグムント・ピョートル・ボフシュシュコは、ポーランドの軍人、巡将、ロシア帝国軍において、第一次世界大戦に従軍。1915年、オーストリア軍の捕虜となる。1918年、ポーランド軍団の第二旅団に入る。ポーランド独立後、ポーランド軍に入隊し、連隊長となる。1933年から、 国境警備団副司令官。ドイツ軍のポーランド進行時、ポモジェ軍編成下の第16ポモジェ不評師団長となり、グルジョンツ・ブズラの戦いに参加。ポーランド降伏後、フランスに亡命し、1940年2月、英ーフッツ軍が編成していた、ポーランド独立山岳旅団の長となり、ノルウェーでの軍事行動に参加した。フランス帰国後、 中央軍事教育課を指導。1941年8月から、中モスクワ軍事施設団長。ブワディスワフ・アンデルス将軍のポーランド軍編成の、発議者の一人となり、1942年、第五師団を指揮。1943年6月、ソ連と亡命政府間の関係断絶後、ソ連を離れる。1944年から1945年、 第2ポーランド軍団副軍団長。イタリア戦線で行動し、モンテカッシーノ及びアンコナの戦いで功績を挙げた。1945年から1946年、東部ポーランド軍司令官第2ポーランド軍団長となり、ボローニャ地区の戦闘を指揮。終戦後、イギリスに亡命。1997年、ボフシュシュコの遺体はワルシャワに改装された。 ありがとうございます。